聖寛駅は大韓民国中西南道天安市、西北区聖寛遊にある韓国鉄道公社の駅、南ソウル大という副駅名を持つ。当初は鈍行列車だったピドゥルギ号やトンイル号のみ停車する小規模な駅であったが2005年1月20日に京府電鉄線が延伸開通し、現在では無群派号や塗りの号も停車する駅となった。 駅の北側で北東側に分岐する単線非電化の路線があるが、これは軍の専用線で旅客営業は行っていない。京府線の開通当初、日本当局は青函駅長を他の駅長よりも地位の高い人物を任命したが、これは日清戦争の青函の戦いの激戦地が当駅周辺だったからである。 隣の平沢駅までは 9.4km 離れており、カール空港鉄道を除く首都圏電鉄で最も駅間距離が長い。乗り入れている路線は、全路名称上は、京府線1路線のみであるが、当駅に停車する無群ァ号や塗路号、京府電鉄線電車型路線に直通する京府電鉄線の駅番号は、島式ホーム4面6線を有する地上駅。 外側の二つのホームを京府電鉄線が、内側の二つのホームを京府線がそれぞれ使用している。二番線と三番線、六番線と七番線は京府電鉄線と京府線で線路を共用している。出口は一番と二番の二箇所ある。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。AB20723、2009323。 アーカイブド2011年7月22日、アットザウェイバックマシン、206712010から582。ありがとうございます。